理学は中華民国、満州国の政治家、外交官、北京政府の要人で、後に、紀藤傍教自治政府にも参加した。字は、兼六、北京道文館を卒業。最初は、東三世に赴任し、吉林交渉局下下げ町、ハルビン鉄路交渉局被下下町を歴任した。その後に、ロシアへ留学し、サンクトペテルブルク大学で学ぶ。 卒業後は中ロシア公使館で通訳官を担当した。中華民国成立後は北京政府の国務院法制局編役員に任命される。1913年に法制局検事となる。翌年にチョリ法制局参事に任ぜられた。その後、リガキはモンゴルで官職を歴任する。1918年3月にキャフタスケマサインに任じられた。 1920年7月には、ジョジュソ層の辞任を受けて、森おさむ西北、ヒカルソナエ氏を兼任した。同年9月、カラス・ツトム・カラス・ハルイリコさんへ移動する。12月、品布さらにシ死なぬのた三々に転じた。翌年3月、クラガラスカ、東沈武士沈期が、モンゴル軍とロシア白軍に敗北し、北京政府から悲鳴されると、リガキが大リコガラスカ、東沈武士を兼任した。 しかし1922年、ソビート連邦の支援を受けた、モンゴルのボグドハーン政権により、猛虎での北京政府の役職は一掃された。これにより、リガキは、猛虎での地位を失っている。なお猛虎にあった間、外謀作報復し、猛強計略師書、サッサンさんなども歴任している。1925年、前後会議会員となる。7月には、 臨時参政院参政となった。翌年9月には、京町院兼北京市長に任せられた。1927年、辞職している。1933年2月、ソビエト連邦の地田に、満州国領事館が開設されることになり、理河期が領事に任命された。1935年11月、院南時高が、紀藤暴挙自治委員会を成立させると、 李ガもこれに参加して、貨物査研所長に任命されている。以後、李ガの行方は不詳である。ありがとうございます。